はいどうもシルビです。おはこんばんちは。今回前回に引き続きですね、キルコンフォームド、コンファームドなんですかね、コンフォームフォームって言っちゃってたんですけど、コンファームフィームコンファーム、まあいいや、キルコンでいきましょう。発音はよくわかりません。キルコンです。キルコンモードね、スペシャリストでいきますよ。ちょっとね、飽きんぼでストレスをため冷めたんでねしばらくマトリックスちゃんでね、やろうかなと思います。今回はモードをお見せしたいって感じですね。タグを取るぞ。さあタグ取りましょう、みんなで。タグ集め系です。これもなんか開幕直後打ってるやつがいましたね。ファーストブラッド、ブレました。ちなみに私はフォーカスといってですね、被弾時のブレを抑えるモジュールを積んでいないので、なんだっけ、パークを積んでいないので、割とですね、打ち合って初段で倒せないと結構ブレちゃうんですね。あれ、フォーカスパークを積んでおくとものすごいですね、打ち合いに強くなるんですけども。あんな遠距離から、まあ、あとはタグを回収しましょうね、皆さんっていう感じですね。ここ取っときましょう。お、自分のタグを回収すると500ですって。結構経験値がたまるんですね。ランク上がりました。タグ取るよ、大量に取るよ。150個取らなきゃいけないんだね、クエストのおかげで。まあクエストいいんだけども、もっとね、みんながやれるモードであってほしいのだっていいんですけどね。ちょっと残念ですよね。人が TDM と、まあただこれ日本で発売になったら、字幕版が発売になったら分かりませんよ。まだね、これ日本では字幕版の発売をしてなかったはずです。あ、切られちゃった。文字通りドッグタグ取られました。悔しいですね。倒したようです。どっかからか撃たれた。とにかく取るよ、取るよ、タグ取るよ。タグよこせ、わしにタグをよこせ。以前はね、このね、タグを取ってもストリークが溜まったんですけど、今溜まらないですね。それ残念。それでこれを取ることでガッツガッツポイントが貯まって、ストリークを呼べたんですけども、呼べなくなってますね。呼べた方がカオスで面白いんですけどね、どちらかというと。さあさあ、ここにいるんでしょ、知ってるわよ。いない。取られた。取り合いですよ。ね。よこせ。クエストのためによこせ。って感じでございます。クエストがあるんでね、がっついてますよ。しゃがんでクッキーを取れって、おお、やられてしまいました。バッドラック。オッケーオッケー。回収班行きまーす。
やっと出ましたね。あら。あんな上にいられたらね、まあ上は今回いなさそうですけど、ね。おっと後ろから。やっぱ逆転された。いい試合になってますね。素晴らしく。なんかいたよ敵が。とりあえずね、もう回収だけした。死んでもいいや。犬見えたから。ああ、悔しいです。まあだけど味方が出ないしてくれるはず。そうでもなかった。自分のを取る。それがしたかったんです。自分で返し、あれだとポイントが敵に入らないわけです。だからね、どんどん積極的にタグは取りましょう。経験値にもなるんでね、いいですよ。もっと積極的に取るといいと思いますよ。どうだ。そこか。ていうかせめて目の前のタグぐらい取ったらいいのにって思ったんですけどね、今の子は。随分まあだからルールをしっかりと覚えてくれるとこのモードものすごく面白くなるので、割とね、一般的ではないっていうのは間違いないので、ぜひねルール覚えて帰って後でやってみましょう。ブレまくりです。あーいやーいやー、死にますね今回は。タグを取らせろ。わしにタグを。わあ、クエストがあるんじゃ。よし。やっと溜まりましたね。いた。何があった？犬か。お、これは美味しい。領土が長いんだよね、マトリックスちゃんも。そこだけ気をつけましょう。撃たれた。一発なんでね。しかし、いい試合ですね。とても僅差の試合です。ああ、嘘。もう一匹いましたか。残念だす。しかし本当に同点ですね。負けてる。やった。よしよし。よし、取らせろ取らせろ。タグを取らせろ。切るよりもまずはタグだ。全てそこからだね。取りに行くわけですよ。ここでこれにしっかりと狙う。そういう駆け引きもあるんでね、その辺をしっかりと。うわ、ギリギリ。うわっと、あら、まずい。ミシミシ、もうここまで来たね。残り時間があんまないんでね、そんなことやってる場合じゃないんですよ。あー、ちくしょう。
負けてるよ。取れ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 、タグを取れ、タグを取れ。ナイス、いい試合でした。ギリギリ、グッグですね、グッドゲームですね。しかも後ろから打たれてるってね、ギリギリでした。超グッドゲーム。タグ36個回収しましたよ。頑張った。これもね、全てタグクエストのため。アキンボやるよりも稼げる。ああ、人がいなくなってしまう。そんな感じでですね、キルコンフォームドを2回し続けて、多分次のマップ、試合ギリギリ始まるかな、をお伝えしました。なかなかね、面白いモードなんでね、ぜひやってください。多分これもう8人いないと始まらないので、これ始まらないと思います。それではですね、最後まで見ていただいて、どうもありがとうございました。シルビでした。